結婚記念日の1週間後に旦那が仕事中に営業車に新品のナイフを放置して、スマホも鍵も置いて財布だけ持って行方不明になった。すぐに捜索願いを出したが、事件性がないからとろくに捜査もされなかった。数日間、私も両家両親も友人も必死で探したが、全く当てもなく見つからない。鍵も持っていないので、いつ帰ってきてもいいように、外に出る時には玄関には毎回張り紙をしていた。しばらく経つと、私はだんだん病んできて仕事は休職。私に不満があったのかとか、そんなに会社が不満だったのかとか、同僚に辛いと言っていたらしい、それならなぜ相談してくれなかったのかとか、私は相談すらできないようにさせてしまっていたのかとか、いろいろ考えて、離れて元気にやってるならそれでもいい、でもせめて生存確認だけでもしたい、そう願いつつ、何もわからないまま1ヶ月が過ぎた頃、旦那は警察署に自ら行き保護されて見つかった。見つかった時の旦那の姿が異常で、カード類はそのままで、なぜか小銭1枚入っていない財布だけを持ち、姿はいなくなった日と全く同じ姿。アイロンかけしたシャツにスーツに、しっかりネクタイして革靴を履き、ひげも剃ってある。しかも見た目でわかるくらいに少し太っていた。本人曰く、気づいたら家の最寄り駅のベンチに座っていて、財布は空っぽだし、スマホもカバンも抜くわけもわからず、署まで歩いて行ったらしい。そしていなくなった日を含む過去2ヶ月くらいの記憶がないという。結婚記念日ディナーや数日前に会った会社でのバーベキューの記憶もなかった。自分が今どんな状況なのかが分かっていないようで、今まで行方不明になっていたんだと。家に連れて帰ってから話すと、全身にジンマシンができ、しばらく日中で歩くのを怖がった。働けるようになるまで1年はかかったし、記憶はないままだし、もうあの時の話はしな、池と未だに謎だし、私は今でもちょっと連絡が取れなくなったりすると、また消えたんじゃないかってプチパニックになる。いろいろはしょったけど、離婚話までも出ていたし、生活が安定するまでは本当に修羅場だったと思う。